よし、一番乗りだ。誰もいねえからエッグ取り放題のはずだぜ。プルルの案内のおかげで逆転の目が出たよ。ありがとう。それほどでも。って、ああ、プルルもエッグを集めないと。一番、僕を追い抜こうなんて100万年早いぜ、シャスト。これでも野草採取で体は動かしている方なのだが。かけっこに負けても泣かなくなったね。えらいえらい。だから昔の話はするな。そこにいるのは。おっと、一足遅かったじゃねえか、お二人さん。あれれ、リュカじゃん。いつの間に僕たちより先に。俺の実力からすればざっとこんなもんよ。なっはっは。ゆかに調子に乗らないの。もういつもより子供っぽいんだから。エッグはどこに。あ、カラフルなキノコ発見です。このデザイン、創作意欲をかきたてられます。もっと近くで。そこの君、待つんだ。極円岳に近づいてはいけない。極円岳？危ないキノコなのか？ああ、刺激を受けると猛毒の胞子を飛ばす。胞子を吸うと手足がしびれ、体の内から蝕まれるぞ。ギリギリセーフでした。あれ、よく見たら同じキノコがあちこちに。ここは極円岳の群生地か。まずいな、もしエッグを探す最中に。うっかりキノコに触れたらアウトだね。だったらここで探すのは賢明じゃねえな。ここは諦めて他の場所を探すとするか。聞いてなかったんですか、ここでエッグを探すのは。だって今の声は上から聞こえたわ。う、見て、空から何か降りてくる。な、ドラゴン。綺麗な羽です。もしかしてシームログでしょうか。この森にはカラフルな羽を持つ気の優しいドラゴンが住んでいるって。な、どこが気の優しいドラゴンだよ。暴れまくってるじゃねえか。今の衝撃で胞子が舞い上がって。逃げろ、ここから今すぐに。胞子の霧でリュカたちの姿が。これじゃはぐれるぞ。みんな、ここから逃げたら北だ。とりあえず森の北を目指せ。リュカ、分かった、森の北で合流しよう。バラバラになっちゃいましたけど、リュカさんたち大丈夫でしょうか。王子は強い人だし、リュカ兄もやるときはやるわよ。だから心配いらないわ。私たちはまっすぐ北を目指そう。あ、はい。そこでうずくまっているのはリュカか。その手足のしびれ、君、まさか。おう、
お前もこっちに逃げてたのか。極炎岳の胞子を。待ってろ、手持ちの構想で毒消しを調合してやる。お前の専門はアロマだろ、毒消しなんて作れるのかよ。アロマで使う構想の中には毒消しの作用を持つものもある。最近は解毒についても研究しているさ。やるじゃねえか。木登りができずに涙目になってたお前がよ。そういう話はやめろと何度も言っているだろう。そいつはすまねえ。だったらお詫びにこいつをやろうか。それはいたずら玩具の煙玉。懐かしいだろ、煙を吸うと鼻の奥がツーンとするからし煙玉。ガキの頃は俺とララノアが材料を集めてお前に作ってもらってたよな。君たちに乗せられてくしゃみ煙玉に笑い煙玉も作ったな。お、やっと笑ったな。ずっと怖い顔してたから心配してたんだぜ。余計なお世話だ。俺には俺なりの事情もある。それに何かを背負ってるのは俺だけじゃない、あいつも。ふん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 、北を目指してずんたかたった。ありがとうララノア、迷っているところを助けてくれて。僕は最強だからね、ライバルを助けるくらい余裕だよ。ライバル、そういえば君はリュカたちを部下にすると言ってたな。そう、エッグハント優勝のご褒美にね。だから僕と君はライバルなのさ。でも一度はスカウトを断られただろ、どうしてリュカたちにこだわるんだ。うん、俺にとって二人はかけがえのない仲間だ。これからも城にいてほしい。君は正直者だね、好感が持てるよ。だから正直に答えてあげる。僕も二人が大好きさ。だから心の支えとしてそばにいてほしい。心の支え？ねえねえ、君はヒューマンの城のリーダーなんだよね。リーダーって結構大変じゃない？頼るんじゃなくて頼られる側だもん。僕も次期族長だけどさ、周りからの期待と圧がもう強くって強くって、そんな時気心知れた友達とバカをやれたらすっきりすると思うんだ。それでリュカとシーリスにそばにいてほしいのか。それにさ、最近僕の集落の周りでも帝国の影がちらついてるんだ。なんだって？もしかしたらミレージュ湖畔のように攻め入られるかもしれない。そんな時帝国と戦った経験がある二人がいれば百人力。うんうん、帝国にきっと勝てる。集落のみんなを絶対守れるんだ。だから。そうか、そんな事情が。それで大丈夫なのか？集落かい？今のところは帝国と接触していないから一応平和だね。それも心配だけど、俺が今気にしているのは君だよララノア。話している君がどこか張り詰めているように見えるから。大丈夫、大丈夫っていうのがリーダーの仕事だからね。集落の未来は僕にかかっている。明るく頼もしく頑張るしかないんだ。だけどもし身近に頼れる人がいたら
僕はもっと頑張れる。事情はよくわかったよ。話してくれてありがとう。君の気持ち、俺には痛いほどわかる。けど、やっぱりリュカたちには城にいてほしい。だから代わりに、俺がララノアの相談に乗るのではダメか？君が僕の相談に？ああ、同じ立場にいる俺たちだからこそ話せる悩みがあるはずだ。そして、もし帝国が集落に攻めてきたら、俺が駆けつける。絶対に。それはとっても嬉しいね。でも本当に頼れるのかな。立場は似ていても、僕らは違う種族だ。暮らしが違う、文化が違う。そしたら価値観や物の見方が違ってくる。同族同士でさえ、意見が合わないことが多いんだ。異なる種族の君は本当に頼りにできるのかい？俺とリュカは種族を超えてお互いを理解し合っている。君とだって。ん？ごめん、ちょっと待って。この香り、シャスタのアロマだ。香りがする方角は北だね。もしかしたらリュカたちも一緒にいるかも。行ってみよう。なあ、おーい、こっちだぜ。ユカ、シーリスとフルルも。シャストさんのアロマのおかげで合流することができたの。俺もララノアのおかげでここまで来ることができたんだ。そうだったのか。サンキューな、ララノア。もっと僕のこと褒めてくれてもいいんだよ。リュカ、毒はもう抜けたな。だったら解放はここまでだ。ここからは再び。大変だ。どうしたんだ？向こうでドラゴンが暴れているの。誰かに構わず襲っているわ。なんですって？暴れてるドラゴンってシームログでしょうか？そうかもしれない。とにかくドラゴンを止めに行こう。エッグを求めてガンガン行こうぜ。